エーガー川、または、エーゲル川は、ドイツのバイエルン州とチェコとを流れる川、エルベ川砂岩の支流である。フィヒテル山地のシュネーベルク北斜面から流出し、プラハの北約5 0トルの町、リトムニエジツェでエルベ川と合流する。この川の上流域最大の都市は、バイエルンとの国境に近いチェコの町ヘップである。この後、エーガー川は、 エルツ山地の南側を東に向かって1 0 0トルほど流れ、ヘプの北東4 0トルの世界的に知られた温泉保養地カルロビバリを流れ下る。経ンまでの間、エーガー側はエルツ山地とドパウエル山地とを分けるエーガーグラーベンと呼ばれる狭い渓谷を流れる。北ボヘミア盆地に入り、ボヘミア中低山地帯の南側でエルベ川にたどり着く。 流域の著名な都市には、ツ、鉄、牢に、テレジーンがある。エーガー川水源、エーガー川の水源施設は、シュネーベルクの北西斜面、群島湾一倍線シュタットビショフスグリュン線から150メートルほどに、あるエーガー水源公園広場がそれである。この水源には、フィヒテル山地協会の主要な遊歩道の一つである、水源遊歩道を使ってもたどり着ける。 最初に作られた仮設の水源を示す構造物は映画ーー水源1850年と刻んだ石があるだけのものであった。現在の水源施設は1923年にヘプが主体となって設置したものである。12個の荒く切り揃えられた花崗岩が水源をリング状に取り囲むように配置されている。他より幾分大きな金目石には 映画の文字とかつての帝国都市の紋章が刻まれている。他の水源を取り囲んだ石にはそれぞれ資金を提供した街の名、バイセンシュタット、マルクトロイテン、ケーニフィスベルク、ファルケナウ、エルボーゲン、カールスバート、フィシェルン、クレステーレ、カーデン、ザーツ及びポーステルベルクの名が刻まれている。水源からの水はクレステーレの石から流れ出て、 3 2 5トルの旅に出発する。1924年の生態降臨祭の祝日に落成式が営まれた。この水源のすぐ南側に2つの小さな石を土台にして大きな長方形の花崗岩の板が設置されている。その板にはこう刻まれている。テキストは、下曲ポーデルザマーハイマートクレンゲの詩をわずかに改変したものである。 この水源のすぐ近くには、ズデイテン系ドイツ人の難民記念碑も建てられている。これは、1955年に、バイロイトで行われたエーガーラントの碑を記念して、混流されたものである。紅葉樹の林で囲まれた、この水源付近は、自然保護区域となっている。エーガーラントとは、ボヘミア地方の重要なドイツ人入植地で、1945年までは、 独自の豊かな民族文化を保っていた。よく知られているものでは、例えば民族衣装や映画ラントマーチなどがある。バイセンファイダーミューレの南、シュネーベルクの北西斜面にあるて映画の水源がある。現在はツインバフハ川と呼ばれるこの川が本来の映画側の水源である。しかし、水源に簡単に近づくことができるという武将な理由から、 現在の水源が決められた。ありがとうございます。